皆さんこんにちは。フィルム大学学生広報のゆりとじぎとともなです。イエーイ。やばいやばい、はい。今日は就活を通して感じたこととかをざっくばらんに心の内から話できればなと思ってます。伝えちゃいます。暴露。ゆるりと会話帳に一緒にいると思ってこう聞いてください。こんにちは、ゆりです。今回は概要欄に記載の通り就活を終えた4年生3人で就活について本音で語ってみました。私たちはマイナビやリクナビからできる企業の情報を得るためのエントリーを約100社ほど行っていて、その中でも選考に進むための履歴書を約40社ほどに出しました。就活中にはお互い近況を報告し合ったり、面接練習を一緒に行ったり、たまには息抜きがてらでご飯にも行ったりするほどの仲です。就活には正解はないと思うので、あくまで参考がてらに見ていただけると幸いです。それでは本編どうぞ。ざっくり聞くけど、就活は楽しかったですか、きつかったですか？きつかったきつかったね。私は半分半分かな。いや楽しかったし、きつかった。いやきつかった。いやみんながいたから楽しかった。いやそうだよね。本当仲間大事だよね。そうなんか、うん、本当に一人じゃ無理だったなっていうのもあるし、一人じゃっていうでやるっていうのも想像ちょっとできないですね、今にやると。確かに確かに。なんか例えば SPI の勉強一緒にやったりとか、面接練習とか。なんか落ちた時とかに励まし合うみたいな。そう結構大事だよね、うん、そういうのね。いや本当になんか本当にそばにいてくれただけでも本当にありがたいというか、うん、そうなんだ、うん、なんかね本当一緒に頑張ってる子がいるって思えるだけで、うん、すごく私は強くなれた笑うな本当にまさにその通り、ね、だよね、うん、これはもう本当に人生経験だなと思って、これで一つ自分が強くなれた機会だったなってすごい感じました。そう単純にさ考えてさ、なんかその面接の時とかさ、いろんな人と会うやん、うん、けどさこんなさいろんな人と話したりとか、そうそうそう、会える機会ってめったにないのかなと思って。いや本当にだよね。なんか私はそういう何社会人の人たちに向かって自分がやり遂げたいこととか、まあ、夢とか自分こういうこと頑張ってきたんだぞぞっていうのを感だをなんか伝えれるっていうのがすごく楽しかったかな。でなんかそこにやっぱり何だろう、共感してもらえたりもするから、うんうん、そういった時になんか楽しいかもって思うけど、結果が、ね、うまくいかなかったらズドン、うん、そうだね。確かに本当に企業さんと価値観、うん、自分との価値観があった時っていうのが、うん、なんか一番嬉しかったしワクワクした、うん、なぁって思います。辛い時はどういうふうにこう乗り越えてたのかなって気になって私は割とそのみんなとこう話したりとか、うん、なんか自分の好きなことちょっとやったりとか、うんうん、あとめっちゃ食べるっていうのをやってて、なんか食べてた、食べてた、もりもり本当に自分の息抜きするリフレッシュ方法っていうのが定着してた方がいいかなと思いました。そこで一息つくことによってまた自分の気持ち入れ替えて頑張れるかなと思います。リフレッシュ方法私はこう面接とか説明会とかの帰りとかにこう天神とか博多によく行くことが多かったんですけど、その帰りに百貨店にちょっとフラッと寄ってウィンドウショッピングをしたりとか、それが私は一番息抜きだったかなって思います。いいね。どうですか？分かる。分かる。ね、私はなんかもう例えば中学校高校とかでなんかやっぱり辛い時とかに聴いてた曲、大切にしてる音楽を聴いてなんか昔もそうやって乗り越えてきたから、なんかまたやっぱりこの歌聴いたら背中を押してくれるなみたいな感じでやってたかな。気
気になる、うん、私グリーンが好きなんで、はい、青臭い歌が好きなんで、元気もらってたかな。あとは夜は絶対漫画読んでたかも。なんかやっぱり就活だけで終わらないじゃないけど、そんな風にしてたかなです。なるほど。あんまり行き詰まらない方が絶対いいと思います。そうだよね、そうだよね。あとあと響くと思います。いや、就活泣いたことある？あるあるある、 ある、 あります。泣いた？泣いた泣いたよね。泣いた。なんか私第一志望のなんかその面接でもう盛大にやらかして、あ、これ 100% 落ちたわってなった時に、もうその面接が終わった瞬間もうってなって、そのまま、でも私なんか嫌なことあったら意外と寝れちゃうタイプだから、そのまま寝ました。昼だったけど。寝るの大事。そう、寝たらなんかすっきりした。まあでも正直なんだろう、まあ、いっぱい受けてる人だからこそ言えることかもしれないけど、なんだろう、落ちてもすぐ明日何別の企業とかあるから本当に切り替えないといけないっていうのがあったから、逆に紛れた部分もあった。そこは多く受けた何、まあ、メリットだったかな。今なんとも思ってないしね。思ってないよ。なんかもうそれは本当に縁がなかったんだって思うよね。そうだね。そうやって切り替える。割とね、そのいっぱい受けてたから考える暇なかったよ、ね。暇なかった。ちょっと落ち込んで、よし明日からみたいな感じ。そのできなかったことを次に。さ、結果が来た時もさ、あのマイページ開く瞬間、あれやばくない？あの怖い。メールとかマイページとかで結果、面接結果が来るんですけど、開く瞬間がもう胸のドキドキがもうああみたいな。でもなんかやっぱりなんか私の場合は落ちただろうなって思う企業は落ちてて、でもなんか一回だけ、あ、絶対落ちたわって思ってたやつが開いたらなんか合格みたいな書いてあって、そういう時はマジでって、落ちたって思ったのが勝つ。あ、これ手応えちょっとあったながダメだったりとか。トモラちゃんと全く一緒、これ来たなって思ったら、落ちてるみたいな、結構あった。ジリちゃんの結果教えない。そうだね。なんかまあ人、本当人それぞれだし、業界によってその応募人数が全然違うから、やっぱりね、就活ってうまくいかないって思ってた方がメンタル的には絶対に期待しすぎない方がいいかなって思いました。なんか受かって、あ、ありがとうございますみたいな、そうだよね。そんな感じだったかも。意外とさ、その就活始める前ってさ、正直さ、こう受かるんじゃないかなとかちょっと心の中で思ってたとこあったけど、意外と進んでみると、あ、やっぱ難しいんだってこう気づいたりとか、かなりあったなって。確かに、3回面接あったりね、大体みんな3回だよね。そうだね。エントリーシート出して、まず書類が通って、で、まあ、学力検査もまあその段階であったり、でその後に大体面接が大体3回だね。3回やって、それを乗り越えないとね、内定っていただけないから、やっぱり本当に落ちることの方が前提。そうだね、確かに。って思ってていいよね。そう、全然落ちまくったしね。いや、本当に落ちまくった。割と面接時間は30分とか。30分、40分。なんか今もだいぶね、ウェブから対面って切り替わってきてると思うけど、うん、どうだった？対面とウェブは。なんかウェブはやっぱりそのお金が正直あんまかからないっていうのがかなりいいなと思ってて、だからこそこう受けれた企業とかもかなりあるかなって思ってみて感じるかな。やっぱ対面だったら大体会社の雰囲気とかもかなりわかる、なんか独特のやっぱ雰囲気があるよね、企業それぞれなんで。わかる。ウェブだったからこそなんか東京とか本社が東京だったり、全国の先輩企業に受けることができたかなと思うし、もしこれが対面だったら私どうなってたんだろうってすごい今思って。まあこれな、お金の面でもこれな、あのお金、経済面はそうですね、今のうちにあの貯めてる方が絶対いいと思います。多分今以上に
対面っていうのが増えてくると思うのでそこはあの、うん、しっかりこうお金の面までしっかり管理してた方がいいかなと思いました。いかどうな、そうだね、みんなから、うん、こう見てくださってる方に一言でもあれば思いを見つけてほしいなって思うんですけどどうですか。1年、2年、3年見てる方いらっしゃると思うんですけど、あの本当に迷ってたりなんかこれしたいんだけどああどうしようかなって思ってるんだったら、うん、絶対やってみた方が絶対後にあの生きるので、その今自己率に挑戦するっていうのは本当にしてほしいなって自分自身思います。で、うん、それが必ず乗り越えた過程であったり達成したことであったりが必ずその就職活動中自分のその心のモチベーションの強さであったりとかに、うん、面接で話すこと、話す中でも自信を持って言えることっていうのがあると思うので、うん、ぜひ迷ってるんだったらもう一人で抱え込まず、うん、相談しながらずつこう挑戦していってほしいなってすごい思います。久留米大学ね、すごい相談に乗ってくださる方がたくさんいらっしゃるし、うん、友達ももちろんそうだけど、うん、すごいサポートしてくださるからね、うん、ぜひ行動して、そうだね、学校の先生も、うん、他の支援課であったり、うん、学生課であったり、うん、本当にいろんな人が支えてくださると思うので、うん、はい、ぜひぜひ。2ついいですか。あ、お願いします。浮かんじゃった2つもなんか1つがなんだろう、まあ、自己分析って言ったところでなんか自分のやりたいこととかあとは気持ちの変化が現れた時になんかそれをちょっとでもいいから記録に残すってことをしてほしいなって思います。例えば就職活動で、まあ、受けてる業界なんでその業界なのっていうふうにこうすごいなんだろう原点を聞かれることがよくあるんですけど、まあ、それでなんか私の場合だったらこう人材業界をまあメインで就職活動してたんですけど、まあ、そのきっかけが高校時代の授業だったので、まあ、その高校の先生に連絡してこうなんだろうその時自分が何考えてたのか気になってたので、まあ、連絡してその時の当時の授業資料だったりを全部送ってもらったよ、すごいとかして結構自己分析深めてて自分がその時何考えてたのかっていうのを振り返る掘り出すようにしてました。すごくそれってね、就職活動絶対生きるから、そこがそう、そういう気持ちが芽生えた時っていうのを記録してしたりとか振り返ってほしいなって思います。で、こう2つ目がなんだろう、無理やり企業に自分を合わせに行かない。大事、本当大事だと思う。本当に思います。なんかやっぱり企業によってものすごくカラーがあって、まあ、それって結構説明会の中で、まあ、自分が感じたり、あとはなんだろうこう私たちの会社が求めている人物像はこんな像ですみたいなことをまあ言われるんだけど、なんかそこに無理やり私は最初合わせに行っちゃって、まあ、内定取りたかったからとにかく合わせに行きすぎて失敗、面接で失敗してしまった、なんか自分が何者かよく分からなくなって失敗してしまったから、なんかそういうことは全然する必要がなくって、やっぱり自分の価値観が合う企業にそのままね、受け入れてくれてるならそこが一番自分とマッチしてるから思うな。じゃないとなんだろう、せっかく内定されてもらったとしてもなんだろう、入社後にやっぱりミスマッチにつながっちゃって、ね、離職とかにつながってしまうから、なんか今の自分を大切にしてほしいです。すごい素直って大事だと思います。そうそうそう、なんかかっこいい言葉とか、なんかいい感じになるけど、そう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 、本当に企業バレると思う、それはすごいね、いろんな学生さんやっぱ見ている、うん、その人事の方だからこそ、なんか自分の言葉で話した方がいいなっていうのは、ね、うん、感じたかな。前の2人がこう言ってくれたみたいなことと同じなんですけど、本当にとにかく行動するっていうのがかなり大事かなって思ってます。私もこの学生広報っていう動画をやらせていただいたんですけど、本当に自分の好きなことをこうとにかくやってみているので、そういったところでこう自分が興味があるところ、業界だったり自分のやりたいこと、やりがいとかをこう感じる瞬間とかがかなりあるので、そういったところでこうとにかく行動して、まあ、見つけてほしいなって思います。あとは、学生広報の動画を見てください。
たくさんこれからも就職活動を終えて感じたこととかを本当にリアルにお伝えできればなって思ってるので、なんかこういうの聞きたいなって思った方いらっしゃったらコメントしてくださったらその動画を実現していきたいなと思ってるので、ぜひ気軽にコメントしてくださいぜひお願いします。たくさんお話しさせていただいたので、私の考えも入れつつまとめていきます。皆さん、就活と聞いてどんなイメージ持たれますか？私は就職活動を始める前は、なんとなく大変そうというような漠然としたイメージを持っていました。しかし、就活を終えて3人とも感じたのは、就活は自己成長できるいい経験ということです。なぜそう思うのか、理由は大きく分けて2つあります。1つ目は自分の価値観、考えを見つめ直すいい機会だということ。そして2つ目は見つめ直して分かった自分の考え、価値観を多くの人に話す貴重な機会だということです。就活の一環として行う自己分析、幼少期から今に至るまでの約20年間ほどを何があったのか振り返って、その時自分が何を思ったのか考え直して、そういう機会はなかなかなかったと思います。だからこそ、就活は自分自身を見つめ直し、自己成長できるいい経験だというふうに感じました。そしてもう一つ、まとめとして伝えておきたいのは、企業の方は学生のどういうところを専攻しているのかというポイントです。もちろん私の一意見ですが、企業の方は学生の2つを大きく分けて見ていると考えます。1つ目がその企業に入りたいという熱意。そして2つ目がその人自身がどういう人なのかというところです。どういう人なのかを見極めるために聞くのがその人自身の考えです。だからこそ自分の考えを具現化できるためにも自己分析が重要になってきます。企業の方はよく学生時代に最も頑張ったこと、強みや弱み、そして人生の中で最も困難だったこと、嬉しかったことなどをよく聞いてこられます。企業の方はただ単にその学生の経験を聞いているわけではなく、その経験の中でいろんなことに対してその人自身がどういう考えを持ってどういう行動を起こしてきたのかというその人自身の考えを聞いていらっしゃいます。だからこそ時間のあるうちに自分の考えをしっかりと持ってやりたいことに挑戦することが大切だというふうに考えます。自分自身の考えをしっかりと持ち懸命に行動することで自然に自分の自信につながってくると思います。そして就職活動も自然にうまくいくのではないかなというふうに考えます。あくまで参考がてらですが、そういったこともアドバイスとして一意見として取り入れつつも、ぜひ就職活動頑張ってみてください。応援しています。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。